オも始めていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ありがとう、毎月1回のビレッジトークということで、今日は京都でアースフィールドっていうフィールドを活動している吉井光くんと話をしていきたいと思います。光くんもよろしくお願いします。よろしく。はい、ちょっと電波が遅いみたいなので、普通の Wi-Fi に切り替えて。OK。まあ、こうくんとは直感ぶらり旅でも何回か話したりもしてるので、より具体的なこのフィールドの話だったりとか、もしくはこうくん自身の最近の近況なども聞かせてもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、じゃあまあ簡単に自己紹介してもらいつつ、どんどん中に入っていきましょう。フリートークな感じでやり取りしていければと思います。はい、吉井光と申します。今は京都府の南丹市といって、ちょうど京都府のど真ん中あたりですね、の八木っていうところに住んでいて、そこから10分ぐらい行ったところに日吉町っていうのがあって、そこでアースフィールドっていう自然と、人とが、コミュニケーションするような場作りをしています。で、まあ、僕自身の、柱としては、マナキという、自分自身に戻る、今ここを感じるっていうことの、実践の場を、これまで、育んできてまして、そこを柱にしながら、暮らしのことであったりとか、今、お店をね、新しくオープンもしたんですけど、いろんな角度から自分とつながれる場っていうのを今、作っています。はい、今日の時間の中でゆっくり大ちゃんと一緒にこれからの未来を想像できる話ができたらなっていうふうに思ってますので、はい、楽しみにしてます。ありがとう、こうくん。マナキはね、もう10代の頃からもう15、16年、20年だね。そうね、もう20年ぐらいその、マナキっていう機構をこうくんはずっとやってて、マナキに関してはまたね別の機会でも聞くとして、じゃあなんでその気候の先生で全国、それこそ世界も飛び回って気候を教えていたコウ君が、なぜアースフィールドという具体的な畑や田んぼやその土地やショップをするようになったのかっていう、そのなんか出会いというかきっかけというか、そういうことからまず聞かせてもらえますか。はい。もともと、今のアースフィールドの場所は、5年前にご縁があったんですけど、もともとですね、僕の父親が、昔から里山を作りたいっていうビジョンを持ってたんですよね。父の本業は陶芸家なんですけど。で、5年前にちょうど、日吉町っていうところなんですけど、ちょうど補助整備されてないエリアっていうのがあって、だいたい今田んぼとか畑ってきれいに補助整備されてるところがたくさん増えてきていて、昔ながらの田園風景っていうのが少なくなってるんですよね。で、そういう場所を父が5年前に見つけて、でそこに行ってみたら岩倉がね隠れてたんですよね。で、その岩倉を父が見つけて、そこで直感的にここだっていうふうに、父が決めたっていうのが最初のきっかけなんですよね。で、僕自身も10代の時から、全国ご縁のある場所で、マナキという気候をしているんですけど、もともとはいつかはそういう場ができたり、コミュニティのスペースができたらいいなっていうのは、漠然と描いてたんですけど、実際自分自身も、飛び回るのも好きだし、いろんな人とつながり合う、風のような気質っていうのが僕自身にもあって、なので、半分旅しながら、その中でその場を、マナキの場を作っていくみたいなのをもう14、5年やってたんですよね。で、年齢とともに、この時代とともにっていうのもあるんですけど、やっぱりそこに対する、土地を育むことであったりとか、結局やっぱ人と人とのつながりがあっての、活動なんですね、すべては。ご縁っていうか。で、本当にこの2年ですね、僕自身もコロナがね、起こってからの2年っていうのが自分の意識のすごい変容っていうのがあって、よりその外向きっていうよりも、本当に足元にあるものにフォーカスを当てるきっかけを与えてもらって、そして今この場を与えられたっていう感覚なんですけど、僕からすれば。僕が作ってるっていうよりも、
やっぱそういう土地とのご縁っていうのも、その土地との何かこう、働きかけというか、ご縁があって生まれてると思ってるので、うん、その与えられたものをどう生かしていくかっていうところに今、立って、まあ、地道にじっくり、動いてるっていう感じですね。うん、めっちゃわかる。わしもこうくんも本当は飛び回るタイプで、いろんな人と人をつなげたり、つながったりするタイプなのに、急にこう土地が与えられた。なんか土地が欲しいとか、コミュニティリアルをやりたいんだとかじゃなくて、ふっと始まったよね。本当そにれやっぱそり、お父さんが5年前にインスピレーションを受けても、場は持っていて、う。そうそ少しうそう。ずつコツコツはやってた。それともやっぱこのコロナがあって、コツコツやってて、コツコツはやっていて、で、まあ、ね、2年前に、やっとその場が、なんだろう、育めたなって、結構時間やっぱかかるんですよ、もう草ぼうぼうのエリアで、まあ、3000坪とかぐらいの敷地だったんで、おお、3000坪あるんだ。そう。なので、まあ、ね、そんなにこう、大人数でその場を育んでるわけでもなかったんで、時間を作っては草刈りしたりとか、徐々に徐々に、まあ、その中で人が来て手伝ってくれたりっていう、それがまあ3年ぐらい経って、やっとなんか場が開かれたなっていうのが2年前だったんですよね。なるほど。で、そのやっぱ時期とそのコロナのタイミングっていうのが、まあ結構、ピシャッと重なってたやつ。で、その時にやっぱ子供とかが、畑田んぼに来て泥んこ遊びしたりとかっていうのが2年前、いろんな子たちが来て、なんかそれを見たときにやっぱり、あ、こういう環境が本当にこれから必要なんだっていうのをリアルに僕自身もこの世の中と対面して感じて、そこからの展開がやっぱり動きが なんかすごい目まぐるしいなっていう感じ。アースフィールドがある3000坪は畑が多いのか山が多いのか、それとも建物が建ってるのか、私は行ったことあるからわかるけど、初めての人にこうイメージしてもらうとしたら3000坪のアースフィールドってどんな場所でどんなことがあるんだろう？どんなものだったり空間だったり？基本的には、その田園風景というか、昔ながらの段々畑みたいな、まあ、農地、もともと田んぼで畑を、まあ、十数年前にされていたっていう歴史があって、で、まあ、そこから、まあ、自分たちで、井戸を掘って、水をそこから、こう、引っ張ってきたりとか、で、あと、まあ、専用の谷もあるので、まあ、農薬とかの心配もないと。基本は、最初のビジョンとしては、まあ、その土と触れ合うとか、やっぱこう、食べ物も全部やっぱ土から、自然の成り立ちっていうのも全て、やっぱ土があって僕らの食っていうのも成り立ってるから、そこにまず原点があるなっていうのはずっと昔から、思っていて。で、その原点っていうのはやっぱり、別に農家になりたいわけではなくて、その体験、土と触れ合って、あ、こうやってこう食べ物ってできていくんだっていう、プロセスをこう歩んでいくっていうことが、やっぱり本質につながると思うんですよね。思い出すっていうか、大事なことを。で、そういう場にできたらいいなっていうビジョンを持って、アースフィールドっていうのは、まず生まれている。で、まあ、大ちゃんがね、前回来てからの、まあ、動きっていうのもいろいろあるので、その辺も、ゆっくり話していきたいと思います。いいよね。なんかいろんな何十種類も野菜だったり、果物だったり、あとなんか勾玉の、何あれ、池いいとけいうどね。か、ね、勾玉のそういう池があったり、あとバクチャーっていうね、知ってる人は知ってるけど、そういう微生物を使ったりとか、いろんなその自然と育みながら人とこう調和したような暮らしがあるね。家はないけど、なんか近くにゲストハウス的なのもまた導かれるようにできたみたいなのが、わしの知ってる最新情報なんだけど。本当は、今年、クラウドファンディングをして、アスフィールドのゲストハウスを建てようかっていう、構想があったんだけど、まあ、構想を持ちながらも、なぜか、まあ、気持ちがここにゴーって出ない時ってあると思うんだけど、なんだろうなっていうのをずっと思ってたら、アスフィールドから徒歩1分の、場所の、まあ、平屋の一軒家、築25年のお家がやってくるっていすごいよね。う。すで、そごれい。も、ね、90代のおじいちゃんが5年ぐらい前に住まれて、
まあ、結構もうお年寄りだからゴミの片付けとかもできず、お庭がまあゴミ屋敷みたいになってたよね。で、大家さんはそのゴミを撤去するのに業者に頼んだら100万かかると。で、もう誰も借りてもらえないし、もうどうにか譲ってもらえないかと。そういうお話いただいて。じゃあもうゴミもこちらで撤去しますと、全部。はい。じゃあどうぞどうぞ、みたいな感じで。すごい。で、ゴミをずーっと片付けて、もうで、今、ようやくその、まあ、止まったりもできるような形で、一応場が、だいぶ整って。あ、もうできた。すごいな。いや、なんかね、その話聞いて思ったのは、なんかさ、天が用意してるテンプレートは一緒なんじゃないかっていうぐらい一緒でさ、うちも1個目の物件を譲ってもらって、そこを活動してたら、歩いて30秒のところに、もう10年ぐらい住んでない、もう、住居があって、中にゴミがたくさんあって、みたいな、2トントラックで業者に運んでもらって、みたいなさ、なんかテンプレが、うん、同じテンプレがこう降りてんのかっていうぐらい、なんか、もちろん意図してるものもあるけど、向こうからやってくるものもすごく感じるし、やっぱりこう、バイオリズムがこう、なんていうか、みんな似てるというか、うん。いいよね。本当にそうだね。だからまあ、うちだけではなくて、やっぱりこの、南丹市の近辺でもやっぱり同じような活動をしてる人がどんどん増えてきて、うん、お店がどんどん立ち始めてっていう、なんか同時多発的にやっぱりそういう動き出してる、この今年入って、うんうん、うん、なんか連動してる感じ、みんなが。そうよね、本当にみんな同じのが降りてる感じがする。本当に。じゃあ今はその土とか自然と触れ合って自分とつながるアースフィールドっていう、そういう畑とか大地系のものと、そのすぐ近くにゲストハウス、滞在もできる。いや、他にもちょっと離れたところにね、店舗とかもあるもんね。そうそうそう。僕の自宅の前に、もともと診療所だった、一軒家があって、でそこを、まあ、数年前からちょっとずつは、ちょっと壁紙剥がしたりとかっていう改装はしてたんだけど、本当にこれも去年からスイッチが入るように内装工事が始まり、もう壁から天井から壁を壊したりっていう作業が入って、で6月30日に、まあ、当社っていう透明の校舎の社、まあ、透明のお家っていうようなビジョンでお店をオープンしたんですよね。うん。で、そこは、まあ、はい、施術とかするサロン部屋と物販みたいな感じなのかな。で、まあ、メインは、まあ、施術が一つだったり、あとはワークショップスペース。これは、どちらかというと、大人数がバーって入るような大きさではないんで、暮らしだったりとか、例えばコーヒーとか台湾茶のワークショップがあったりとか、そういうなんか暮らしにまつわるワークショップを、いろんなご縁の人が、まあ、要は主催になって、まあ、要はこう場を使ってくださいと、うん、でそれぞれの持ってる表現をここでしてもらえたら嬉しいなっていうところで、当社っていう名前も透明の色、うん、透明の箱なんだね。でそこにこういろんな人の色を重ねていって、そこの場ができていったらいいなっていうビジョンだったんで、うん、あとは物販、ね、うん、物販、うん、うちの父の作品だったり陶芸家なんで、で今後アースフィールド の, 取れた作物を加工しておいたりとか、うん、何屋さんっていうのがちょっとなくて、だから苦しいですね。あえてそれをそう意識して作ったんだけど、すごいすごい、うん、さ、例えば畑とかやるのも別にさ、すごいいい先生がいるわけでもなくて、素人から始めて、改装もさ、自分たちで基本やるわけでしょ？一応工務店にも入ってもらってて。あ、入ってもらいながら。自分たちでももちろんしてはいるんだけど、うん、うん。なんかおしらからするとそれって、やってる側からすると分かることもあるけど、外から全くやったことない人からするとどうしてんだろうって、でも畑って素人で始めれるのかなとか、家の改装ってそんな簡単にできるのかなとか思ってる人いると思うんだけど、実際どう始めてみて、畑に関して素人から始めたいいところ悪いところ、その DIY とか改装とか店舗を作るデザインとかも含めて、素人がやって良かったとこ、苦労したとことか、どんな感じ？畑に関しては、
まあ一応こうメインが父親がやってるんだけど、まあ、僕のやることっていうのは結構草刈りとか、うん、なんだろう。まあもちろん田植えとか、あの稲刈りとかそういうことはしていくんだけど、基本的にまあ肥料を使ってないね、アースフィールドは。自然農だっけ？そう、不耕起栽培って言って、基本は菌。世界中の520種類の菌とかを入れたりしてるんだけど、そういう菌の倉庫を作って穴を掘って、そこに菌を入れて、そこからこう菌がどんどん繁殖していって、土がどん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 こう変化していくみたいな。うん。あとはやっぱり、何でもそうなんだけど、やっぱ人の意識がそこに向かなかったら、やっぱり場っていうのは、なんだろう、弱くなっていく。うん。だからやっぱりその気持ちをそこに注いであげるっていうことと、あとは必要以上にそれをやらない。まあ、肥料とかもそうだと思うんだけど、やりすぎると、持ってる力がなくなってしまうから、基本はそこの土、その持ってる力を高めていくっていうのにフォーカスして、それがまあ微生物の力だったりとか、まあ草を敷くっていうことだったりとか、畝もピタゴラスって言って山の形で作ってるんだけど、これも自然の摂理に則った形として作っていたり、うん、できるだけなんだろう。うん。なんだろう。自然の巡りを大事にしながらっていうところで、あんまりガチッとは、うん。こういうこと方法でやりたいっていう感じではないんだけど。うん、うん、うん。うん。いいね。そういう感じ。あと、こう、DIY は、やっぱりできる人にまず教えてもらったりとかっていうのがやっぱり大きかった。大工さんとか、実際にこの板の張り方とかを最初に教えてもらって、じゃあやってみよう。うんうん、いいね。意外とできるじゃんっていう。そう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 。意外とできるんだよね。と下手くそなりにね、しっくりとかもね。うんうんうん、いいねいいね。何がさ、こうくん楽しかった、やってみて。私はかなりしっくりにはまったのね。しっくりね。結構苦手なんだよね。あ、そう。私はしっくりが面白かったな。なんだろうな。普通に、壁紙剥がしとか。でね。とか、あともう、ヤスリでひたすらペンキをこう剥がす作業。なんかね、多分、アホでもできるようなことが好きだと思う。いいね、コツコツ系ね。ただこう、コツコツ系。無限ループの。いい。なんかいろいろこう、頭の中で設計して考えるのがちょっと苦手な人やと思うから、なんか単純作業にずっとこう意識をしてると、すごく充実するよね。なるほど。逆にさ、じゃあその店舗のデザインとか空間みたいな、当社すごいホームページ見て素敵なんだけどさ、あれはデザイナーさんがいる？それとも誰かと話して作ってる？ね、当初立ち上げの時に、妻のゆうみ、まあ、これはもう女性陣に任せたんですよね。うん、なるほど。うん、なるほど。これは僕の感性ではできない、やっぱりか、センスっていうのがあるから、うん、もうそれはもう女性の声を集めて任せた、その感性は。そうか、うん、会社の。でも別に、ゆみちゃんもデザイナーとかじゃないもんね。そう、でも彼女はそういう、昔まあ舞台に関わるお仕事もちょっとしたりもしてて、まあ空間の演出がすごい得意というか。なるほど。うん、そういう素質を持ってたから。そんな感じ。うん。まあじゃあできるメンバーで持ち寄りながら一つ一つ形にしてやってんだね。本当にそう。ああ、いい感じ、いい感じ。じゃあ、そうだな。今、あえて未来の話を今までの話聞いたから未来の話を聞いていこうと思うんだけど、うちも動きが似てます。1個目シェアハウスが出ました。で、2個目にそういうみんなが集まれたり、うちはシェアキッチンとか、コワーキングスペースとか、物販マッサージサロンとかやっぱり似たようなこと、民泊とかも含めるとしてます。この次って高君的にさ、何が来そうとかさ、何をしようとか、次の展開みたいなのって何か受け取ってたり見えてたりするものってある？まずはやっぱり人に、人がそこに来て自分の表現をするっていうことがまず一つ、まあ今もやってることなんだけど、自分たちがこれをやってますよっていうのを出すっていうエネルギーではなくて、そこに縁のある人が来て、その人たちのカラーっていうか、その人の色を重ねていくっていう
イメージがあって、やっぱりその畑とかでもそのやっぱり場を育むことでそこに対するまあご縁だったりとか流れっていうのがやっぱりあって、そこを大事にしていくとそこに大事にしてくれる人たちの流れが来て、でそこに人たちによってまたその場が育まれてっていう感じで、結局その何だろう、ご縁がご縁を重ねて場が育まれていくっていうのがまず漠然としてる、まあ、話ではあるんだけど、うん、あとはあのそうだな、うん、まあアースフィールドだけじゃなくてその近くにそういう大きな場を今土地を使って今から建てようとしてる場所も結構あるんよ、何か所か京都の方に、うん、でそことのやっぱりつながりっていうのも今できてきてるから、まあ、アースフィールドはアースフィールドっていうの個性が一つある。で、また違う個性っていうのが、この京都の中でもたくさんあって。で、その個性が活かし合う、まあ、要は、つながり、点と点が結び合うっていうところに行くんだろうなっていうのを、リアルに今感じてるっていう。そうだよね。今、やっぱ、おしらもそうで、アースフィールドはアースフィールドと一つの役割、柱を立てていて、タワレマビレッジはタワレマビレッジって柱を一つ立てていて、そういう場所がまあ全国に、そして世界中にあって、連携していくよなっていうのは、もうまさに本当に一緒だし、きっとそういう人が降りてます。でもこれをじゃあ今の続けてそこに行くのか、もしくはその間に何らかのイニシエーションや何かのテーマや課題があるのか、そこがさ、なんか、まだわしね、見え切ってなくてさ、行くだろうなって思いながら、なんかまだもうワンステップツーステップわからない。それが経済のことなのか、それとも食料のことなのか、エネルギーなのか、意識なのか、なんかわかんないけど、もう何かもう一二歩ある気もするんだよね。なんかその一つのコミュニティとして仕上がるっていうのは多分仕上がっていくと思うの。その仕上がった後の連携、結局昭和ってこれができなかったと思ってて、うちはうちの理想だとか、あいつらはなんとかだとかが昭和はあった気がするから、どうそれをこう連携させていくのか、していくのか、なるのか、なんかその辺ってなんかありそう。あと時間的な感覚とか、この辺やっぱ私とかこうエネルギー扱うからさ、10年かかるのか、5、6年ぐらいで来んのか、いやもっと早いのか、もっとかかるのか、どうやったらそのなんか見えてるおぼろげに全国のコミュニティ単位のこう融合みたいな共鳴みたいなのってどんなイメージがある？まあ、まずこの例えばこの1ヶ月間で自分の感覚とか見えてる世界ってだいぶ変わったんよ。まあいろいろそれぞれに体験があると思うんですけど、あのとにかくまあ僕の体感で言うと今は本当に出会うべき人と出会ってると、でなんだろうな。無駄がないよね。起こってることに対して。で、それが、どん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 リアルに、ちょっと加速してる感覚があって。うん。で、あともう一つは、その、場作りっていうのもそうだし、まあ僕自身だったら、例えば、まあ踊り、神楽とかもやったりしたりとか、マナキっていうこの感じるっていうことをしたりとか、まあ、要は生きてるっていう延長の中にいろんな活動があるんだけど、今の僕の感覚で言うと、その別々感がなくなってきてる。ああ、なるほどね。全部つながってるの、やってることが。で、そこって究極言うと、さっき言った、ヤスリでこうペンキを磨く感覚と一緒。だから、今自分の目の前に与えられてる環境、ことだったり人だったり、その状況の中で自分の本当にそこに心を置いて、目の前のことに意識を向けて生きるっていうことが、畑に触れることもそうだし、人と接することもそうだし、自分を感じることも、何か料理を作ることも、それが全部同じになってきてるんよ。今までよ、畑、マナキ、暮らし、違ったんよ。それがね、全部一個の丸につながってきたっていう感覚が、ここの最近の感覚なんよね。それは何かがあったの？それとも自然とそう馴染んできたの？やっぱり、その畑と土と向き合っていたりとか、
あとその、まあ、神楽っていうのはその大地と天と地をつなぐような踊りなんだけど、まあ、身体表現もそうだし、その、マナキのずっとやってきたその今を感じるっていうこともそうだし、食べることもそうだし、風呂入ることもそうだしっていう、まあ、味わうっていうことなんだけど、すべて。それがやっぱり一個一個やっていく中で、自分の中ではそれぞれ違うことをやってるっていう感覚がちょっとあった、今までは。でもそれが全部点と点が結びつくような感覚に最近なってきてて、っていうことは、自分の中の僕の中の世界っていうのは、全部が本当に繋がってきてるっていう世界にいると、多分そうなっていくんよ。で、それは、どれだけその、ね、感覚を共有できるかは今わかんないけど、でも、確実にそこに向かって動いてるなっていう確信がある。そういう意味では、だから、この1ヶ月前に思ってたこの5年後か10年後かなって思ってたビジョンが1ヶ月経ったら、5年、10年っていう感覚じゃない感覚に来ちゃうんだよね。なるほどね。だから言ってみれば、想像できないっていうのがまず一つの。まあまあまあ。でも、すごく希望を感じてる。自分の中では。それを自分の中で体感してるから。となると、やっぱ体験するっていうことが一番大事。そうだ何でね。も。それが全部どんな体験でも繋がっていくっていうことも分かったから。っていうちいいょっとね。漠然としてるんだけど。今、感覚。わかるわかる。それ、わしもちょっと話飛ぶかもしれないけど、うちって最近、スタッフ募集とか、ウーフの募集を始めたのね。それは、まさにここで暮らすように過ごすことによって、今、こうくんが言ってる感覚や、見方のシフトが起きるんだよね。普通に暮らしてるだけなのに。こうくんのところは、今はそういうさ、外部からスタッフとか、短期滞在、中長期滞在とか、そういうのってあったりするの？まあ、結構常にあるね。あ、常にある。まあ、うちにちょうどおも、あの、当社があって、母屋があって、離れがあるね、うち。お大ちゃん来たことある。で、そこに五右まあ、衛つ門い風最呂近があるとか。来て。最近まで3ヶ月滞在してた、東京に住んでた、ルーさんっていう方がいて、その方が滞在してたんだけど、まあ、彼ルー女ちゃんっては、あのルー？いいね、いいね。当時はもう仕事も家も全部捨ててっていうかもう払っ手放して、て。そう、本当に、なんだろう、家がない状態で、こう、生活するっていう、こう、そういうこうスタイルに、まあ、この3ヶ月前に切り替えて。で、もともとアースフィールドも、マナキの合宿とかでも来てたから、よく知ってて、アースフィールドにゲストハウスがあったらいいなっていうのを思い描いてくれてたんよ。で、彼女が、この京都に来ることで、ゲストハウスを、その期間に何とかして作りたいっていうビジョンで来てくれたの。なるほど。エネルギー持ってきたので。そう。で、彼女が来て、まあ、2ヶ月ぐらい経ったあたりで、まあ、さっき話したお家がやってくるっていうことが起こって、あ、じゃあゲストハウス建てなくてももう来たから、私の役目終わりっていう感じで言った まあそういうね。そういうさ、コミュニティにおけるエネルギーのマネジメントというか、こう見えないものを見る力みたいなのって当たり前に必要になってくるよね。なんかもう、なんかこの予感が来るとか、おそらくこういう人が必要だとか、こういう波動やこういうスキルを持ってる人が来てほしいもあるし、来るだろうし、必要だけど今は来なさそうだなとか、そういうのすごい日々言語化してないけど微細に感じるよね。感じる感じる。うまいことそこにはまる人がほんで来るんよ来るよね。ね。ね。そうね。だからなんか通常の求人情報とか求人案内とかじゃもう無理だもんね。違うよね。そこじゃないよね。そっかそっか。じゃあ今も例えばこの YouTube とかを見た人が、アースフィールドに1週間お手伝い行きたいですとか、なんか1ヶ月滞在したいですとかって何か面接とか、もちろんなんか価値観の共有とかあるのか、費用とか仕事内容とか、そんなのって今の段階でどんな感じなの？今は本当に、そういう大々的に、みんなに来てくださいっていうよりも、
本当に今、まあ、自分がつながってる人の中でのつながりの中で迎え入れたりっていう形をしていて、まだ、公にして呼ぶような形まではね、準備が整ってないっていうか、まあ、そういう場じゃないかもしれない、もしかしたら、アースフィールドは。そうね、今後も含めてね。で、やっぱり柱っていうのがやっぱり自分の中ではあって、それが、マナキのつながりっていうのがやっぱり柱に今まではなっていて、で、まあ、いろんなね、自分に帰る手段っていっぱいあるんだけど、何かをね、これをしたいんですって人に伝えたときって、例えば、今ここ大事なんですって、自分を感じることが大事なんですって人に言ったとしても、あ、大事なんだねっていう話になるじゃん。でも、それってやっぱり体感、一人一人がどこを感じてるかで、話のこう、通い方って変わってくるじゃん。で、僕自身はやっぱり何かを教えるとか、なんか伝えるっていうことではなくて、自分自身を感じるっていう場を、まあ、きっかけ作りをずっと作ってきていて、で、やっぱり一人一人が自分の安心の場所に触れて自分に帰ると、その中でのつながりっていうのはすごく僕は楽っていうか、心地が良いよね。それは、年代とか、職業とか、性別も全く関係なくて、本当にこう、絆っていうか、一緒に長い時間いるからの絆ではなくて、みんな根っこにあるよねって、そのつながり合える場所っていうのが。それを一人一人そこを感じ合うことで、やっぱそこでの信頼関係っていうのがまず生まれるなっていうのを感じていて。きっとなんか宗教とかでもそうだと思うね。最初はそこに触れた人がいて、そこの大事さっていうのを人に伝えて、でも、どうしても傾向としては、やっぱり大事なことって、ここだけで伝わってしまう傾向もあったりする。分かったつもりになったりとか、体験せずに。で、そうなっちゃうと、本当になんか共有したいことが、ちょっとずつちょっとこう、なんだろう、こう、希薄になってくるっていうか。そう。なので、ちょうど2年前に、感じることを育むっていう、まあ、そういうこう、学びの、コースを作って、で、それで、まあ、どんどんその感覚を分かち合える人がどんどん、まあ、1年、2年に増えていって、で、その中で合宿したりとか、その中で、そういう、こう、物事を運ぶ、まあ、要は、デザイナーさんがいたり、カメラマンがいたりとか、やっぱ、100人、200人いると、その中で、まあ、もう完結できる能力をみんな持ってるんでね。なので、僕の中の軸っていうのは、一人一人の、ここに触れるっていうところを、ベースにして、そこからのアースフィールドの土と触れ合うこと、それは自分を感じることと同じだよっていうところの場として、アースフィールドは最初、ビジョンとして作った。なるほど。いいね。コウ君らしい。だから手段がいろんなのあったとしても、結局根本のところは一緒なんだね。素晴らしいね。いいな、いいな。なんか年内ぐらいはこう動こうかなみたいな。もしくはゲストハウスはいつ頃完成とか。なんかそういうある？近々で言うと。ゲストハウスっていうよりも、ゲストハウスとちょっと言葉の響きとちょっとずれてしまうんだけど、もともとその今の場所っていうのは、まあ、要は、アスリルに関わってきてくれた人たちに対して、例えば、ちょっと泊まっててくださいとか、まあ、ご飯食べるときに、ちょっとお家の中でみんなで食べようとか、そういう感じで、こう、一般的な、こう、そこに行ってゲストハウスですって言っとて、はこう人違うが、んだね。そうなだよ。るほど、なるほど。ゲストハウスっていうとちょっと言葉そうのだね。言あれ葉がか違うね。なんて言うんだろう。みんなのお家だね。いや、そうだスピーね。ドに関わる人たちのみんなのお家であって、わあ、なんか、ネットで見たゲストハウスだ、行こうっていう通常のものじゃないってことだね。そうだね。あはは。あとは僕もね、やっぱりこう、まあ最近外に出ることも多いんだけど、さっき言ってた一個一個のことが全部つながってるっていう感覚になったってことは、当社での施術だったりとかワークショップもそうだし、畑触ることもそうだし、それがね、全部ね、やっぱね、楽しいだよね。で、最近すごくまあ、受け取ってるっていうか、なんか自分でも驚いてることっていうのがあって、それは、今までは、これをしたら楽しいって感じだったの。要は、
踊るときが楽しいとか、まあみんなでワイワイするときが楽しいとか、まあ要は、これをすることで楽しめるっていう感覚があったと思うんだけど、それが、今何しても OK みたいな感じ。それがちょっとめんどくさいとか、例えば掃除とかめんどくさいじゃん。うん、でも、めんどくさいなって思っても、やっちゃえば、要は自分の意識がそこに、要は、ゾーンに入るんだよね。すごいね。もうそういう状態が保たれてんだね。そこに、今、うん。だから、究極言えば、その、何をするっていうのは本当大事じゃないんだよね。究極ね。うん。だから、そこにあるっていうこと、自分が。それが、畑かもしれないし、いろいろある。うん。いやでもその延長にその人のご縁があって、その人の、まあ、使命っていうか、縁だよね、もう、うん。うん。そうだね。だからここ、こうしたらワクワクするってもちろんあるよ。うんうんうん。もう、そういうとこじゃなくなってる。すごいね。もう、達人の領域になってるね、本当に。とかではないけど。本当最近それ。最近、すごいね、ここ一週間、うん。その、うんバイブレーションは、コウ君だから出てるのか、それともアースフィールドにしばらく滞在すると、例えばさっきのルーだったり、他の人だったり、もうそういうふうにこう、シフトチェンジしていってるのか、それともやっぱコウ君の今の一番のフィーリングなのか、どんな感じだろう。いや僕自身だと思う。うん。うん。でも、自分自身だけの感覚ではなくて、やっぱりこの感覚っていうのは、みんなにもあるものだと思ってる。うん。もちろん。なんか僕がそういう特別でとかではなくて。うん。だから、でもその方が僕はすごくハッピーだし、すごく自由。うん。環境にも縛られないし、でも縛られないからこそ選べる。ここに自由があるから選択できる。こうしたいって。うんなるほど。いや、今の質問したのは、やっぱ私も自分がコミュニティリーダーでさ、そのコミュニティリーダーのあり方やバイブレーション、絶対コミュニティに反映すると思っていて、だから多分、コウ君のそのあり続けることや、あるということを楽しんでいる状態って、きっとそれがまさにこう、金じゃないけど、アースフィールドとかその、新しいみんなのお家とかにこう、本当にベタベタベタってくっついてって、来た人が多分そういう風な状態に、入りやすくなっていくんだろうなって聞いてて感じたの。うちもこの一週間ぐらい滞在してた女性がいるんだけど、まあ普通に農作業手伝ってもらったり、家の DIY したりしながら雑談してる中で、まあ彼女はこう、お母さんとの関係に確執があったのが、まあうちの家族とかわしらと話した中で、自分がお母さんをこう愛していたということに気づいた。前はもう本当お母さんなんてって言ってたのが、カッて変わって、もうあれって全然見方が変わるんですみたいな。それはやっぱ、わしらは愛から世界を見るっていう表現をするけど、そういうのがもう、わしと話さなくても、わしの家族の周りに最近やっぱ置き始めてて、で、それがコミュニティの雰囲気とか波長みたいなものになってるから、多分そのコウ君のあること、楽しいことみたいなのは、今からまさにこう、金がブワーって広がっていくんじゃないかなって思った。本当にそうだと思う。ちょうど3日前の話だけど、うんちょうど京都でね、マナキのクラスに一回参加してくれた子が、まあ、今度アースフィールド来たいですと。まだ20代の若い子なんだけど。で、まあ、じゃあ一緒に、畑しようってことで、3日前にちょうど来て、一緒にやってて。で、まあ、その中で、まあ、今日みたいな自分の感じてることとか、今なんか受け取ってることっていうのをシェアしてたら、まあ、彼ちょうど今実家にいて、ちょうどこう、移住を考えてると。うん。で、それが南端方面か、京都市内の方か、まあ、悩んでるんです、みたいな。で、感じで言っていて、あ、そうなんだね、つって。で、彼と接してると、彼も、すごく、無限の作業が好きだと言うよね、自分で。ずっとこうやってやったりとかね。そうそう。なんか、コンタクトするっていう作業が大好きなんですと。あ、もうそれもアースフィールドにもぴったりって思ってて。そうだね。すごいね。で、まあ、いろいろこう一日を過ごした中で、最後帰る頃に、こっちに住みますって。っていう感じで、まあ、アースフィールドもやっていきたいですと。っていう感じで、まあ、本当に僕もこういう感覚になって、
もうちょっと土と向き合って大事にしていこうって思ったタイミングでこうやって、やっぱり。そうなんよね。やっぱりって感じ。そうなんよね。そこだよね。そこで生きる。そうそうそう。うん。そうなんよ。なんか、私もさ、地域の中に入ってるから、普通に外から見られると、地域おこしをしてるんでしょとか、地域活性だねとか、移住者増やすのみたいな、若い人連れてくるのって言われるんだけど、結果そうなるかもしんないけど、そこじゃなくて、まさにこの自分らが発していることで、どんな世界がそこから繰り広げられていくのかっていう、ある意味こう、意図してるし、でも観察をしてて、楽しんでるっていう、どうしたらこれがもっと普通に伝わるんだ。なんか、アストコークだったら普通じゃん。でもまだこれって普通に言って、何を言ってるんだろうってまだなると思うけど、今後増えていくコミュニティ、やっぱりそういう感じで繋がっていくと思うんだよね。本当そうだと思う。なんかやっぱ一つのきっかけで広がることってあるやん。例えば、すごいこう発信力のある人がいて、その人にまあ、自分の大事なことを大事に育んでいく中で、興味を持ってもらって、その人も感銘を受けて、まあ、要は、多くの人たちに知ってもらうっていうこともあったり。だから、なんだろう。まあ、一歩一歩進んでいくんだけど、この一歩一歩が、この一歩がバンってなったりするから、今。うん、うん、うん。だから、なんか、読めないし、本当に必要なことしか起こらないし、必要な器に必要なものしか入ってこないし、それを無理に何かをしようとしたときに、やっぱり、ちょっと、あれっていうことにもなるし、まあ、やっぱり、まあ、今まで僕すごいたくさん経験してきてるし、やっぱもっとどうにかしないととか、もっと人集めないと、なるんだけど、そのエネルギーでやっちゃうと、やっぱ空回りしちゃう。っていうことは、まず今ここにあるっていうものに対して、受け取る。で、その受け取った中で、今できることは何だろう、今したいことは何だろうっていうところに。素晴らしい。それが大事。しなければならないじゃなく、これからコミュニティを作っていかないといけないでもなくて、そんなんもいらない、うん。自分がそれをしたいって思う気持ちっていうのに素直になるっていうこと。すごくシンプルなんだと思うよ。いいね。いい。とってもいい。うん、なんかあれだね。その今後コミュニティが全国に出てきたときに、私はそれぞれのコミュニティのなんか色とか特徴が出てくると思ってて、多分タワラヤマビレッジだったら健康をテーマにしたコミュニティみたいな、うちはだから心身の健康を 1,2 週間長かったり1ヶ月ぐらい滞在して、温泉とか陶板浴とか漢方とかヨガとか、それこそ気功とか、あとナノミストサウナとか、そういう健康にまつわる古今東西のものがあるようなコミュニティになると思っていて、で、ある意味人生をこう考え直してもう一回スタートするみたいな。で、もしかしたらアースフィールドは、こう、あることとか、あるものに目を向けて楽しんでいって、そこから自然と自分の主体が湧いてくるみたいな、そういうこう土地の波長みたいなのがあるんだったら、その得たいものや自分が感じたいものによって、あ、私はアースフィールド行ってみようとか、私は俵山だなとか、私は最果てだなとか、私は海風でケントのとこに行きたいとか、絶対同じコミュニティ作りしてる同年代でも、海風とアースフィールドって絶対波動が違うと思ってて、海風はもっとこうもう、おらーみたいな、こう、耕すぞみたいなケントの波動とかあると思うから、なんかそういう説明ができたら面白いなと思った。いや、めちゃくちゃ。そう、機能の説明とか、設備の説明じゃなくて、どんな波長や空気が生まれていくか、うん、そこに行くとどんな波動、なんか波長になるかみたいな、そういう説明ができたらいいな。ねえ、なんかそこで大事にしてることって、やっぱり、大きく見れば一緒だけど、やっぱり違うと思う。うん、まあ、カジュアルさがある場所だったり、それはもっといろんな人たちが来やすい環境もあるし、どちらかというと、アースフィールドだったら、ちょっとコアに、ただ淡々とその向き合うってことを大事にしたいだったりとか。うん。いや、本当にそうだと思う。大ちゃんの本当に今言った通り。うん。いいなって思う。すごく。いいね。そうなっていくと思う。うん。ありがとうございます。うん、じゃあ、そろそろ時間になってきたので、もしよかったら質問をちょっと受け付けようと思うんですけれども。
まあ、しーちゃんとかも今、京都と鹿児島行き来してたりしますが、もよかったら質問とかありますか？ありがとうございます。コウ先生、お久しぶりです。お久しぶりです。あ、受けてんだ。はい、まだ、あ、そう。なんか、もう何年か前はずっと吉野の方通ってたんですけど、この間、道園さんのところでさせていただき、ご無沙汰しております。大ちゃんのおかげでご縁が。そうですね。本当本当、ここ3人で今日話せるなんて思ってなかったので、すごい感激です。嬉しいです。私も今、京都に拠点を、作りたい、鹿児島、京都、長野の3拠点で移動してしたいなと思っていて、私の場合は同性塾っていう自分が三名学の鑑定してるんですけど、それを習いたいっていう若者を集めてシェアハウスしたいなと思ってるんですけど、だから甲先生のところとかもご近所になるので、本当今お二人が話してたように、それぞれの場所でいろんな交流ができたらすっごい楽しいなと思って、お二人の話を聞かせていただきました。もうめっちゃ全国にそういうつながりができると思うと、もう今からワクワクします。まだ全然、今から始めるところなんですけど、また甲先生のところにも寄らせていただいて、またいろいろ教えてください。もちろんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。甲くんがコウ先生って言われてるのに、足がちょっとドキドキしちゃう。今そこで。そうだって先生だ。そうね、間違いないね。先生ってやっぱこう、ちょっと、うってなるね。まあ、ドキドキするよね。そうか。でも本当、最初に、一番最初に受けさせていただいたときは、全然感じられなかったんですけど、この間、久しぶりにお会いしたときは、すごい自分でも感じられるようになって、素晴らしい。楽しいなって。思ってます、うん、いいよね。だからマナキ、ね、今日マナキの話あんまりしてないけど、もし興味がある人は MANAKI でマナキって検索したら出てくると思うので、本当に今あること、今ただここにあることを通じて、今ここにあるんだけど、ここにないすべてのものともつながっていったり、いろんな波長をこう取れたり共鳴しちゃったりできるから、ぜひマナキに興味がある方も調べてみてください。そういうなんかマナキ合宿とかもアースフィールドでやったりもするの？その後当社ができたから、そこでワークショップとかもするのかな？よくしてるよ。ああ、素晴らしい、もう完璧だね。ありがとうございます。そういうのもぜひチェックしてみてください。他にどなたか質問とか疑問とかありますか？あ、質問してもいいですか？はい、どうぞ。あ、こんばんは。こんばんは。高谷美優と申します。Facebook をちょっと一方的にフォローさせてもらってて、いつも可愛い娘さんを見させてもらってます。ありがとうございます。質問が2つあって、1つ目が、ちょっとさっきの質問と被ると思うんですけど、なんだろう、アースフィールドの主要のメンバーというか固定のメンバーっていうのは どれくらいいて、どういう役割をされてるのかっていうのと、二つ目が、吉武大ちゃんとの、つながったきっかけっていうのが分かれば知りたいです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。うん。かな。主要メンバーは、まずはまあ、身内の家族が、1、2、3、4、まあ、5人ぐらいまずはいますと。で、あと、まあ、京都市内から、お店をしてる方なんだけど、まあ、それ、子供が4人いて、ご夫婦で、まあ、毎週週末に、まあ、手伝いに来てくれるっていう方がいたり、うん。あとは、まあ、本当に、まあ、僕はちっちゃい時からすごく仲良くしてる、先輩っていうか、お姉さんがいたりとか、まあ、大体15人ぐらいいないですね。でもまあ15人がいつも集まるわけではなくて、15人ぐらいの、まあ、アスフィールドに集うメンバーがいて、その中で、まあ、声を掛け合って集まっていくっていう感じなんで、うん。まあ本当に20人もいないっていうぐらいですね。15人ぐらいですかね。うん。で、大ちゃんとの出会いって今、僕もちょっと考えてたんだけど、大ちゃんとはあれだね、
あの、ケンちゃんかな。ケンタ、うん、多分ケンタだと思う。神戸。何年前？いやー。ケンタが神戸住んでた時だから、6年、7年。うん。2014、5年ぐらいかな。それぐらいだね。5年以上だね。うん、共通の友達でね、あの仲いい、今広島で平和のための活動をしてる、住岡健太っていう仲間がいて、健太にもまたね、登壇してもらったらいいと思うけど、健太つながりで多分こうくんと出会ったかな、うん。だからやっぱり人と人でこうつながっていくよね。いや、もう絶対そうだよね。うん。ライちゃんとはね、まあ、頻繁に会わなくても、ね、ちょこちょこ、会ってるよね。そうね、うん。必要なタイミングでお互い会えて、情報とエネルギーの交換して、また分散して、うん、またこうやって共有してっていうのがこう多いね。本当そうだね。うん。みえさん、聞いてみてどうですか？あ、はい。あの、今日がなんか結構、なんだろう、VIP な会で、あの、少人数で、こんなあの質問できると思わなかったので、よかったです。参加できてよかったです。ありがとうございます。ぜひ一緒に遊んでいきましょう。はい、他はありますか？大丈夫かな？そしたら、締めの方に入っていきたいんですけれども、まあ、こうくん最後に何か、今後このビレッジライフ、こう、まあ、新しい生き方、働き方、暮らし方をしようとしている人たちへの、まあ、応援のメッセージだったり、なんか一緒にやろうっていうことだったり、まあ、本当にわしらにとってはもう十何年前から当たり前にやっているこれだけど、まだまだ時代からすると全然先の話で、でもこれをあと5年後10年後に見直した時にもう昔から言ってたよねっていうことに多分なると思うんだけど、うん、なんかそういうメッセージがこうくんからあればぜひ最後にお願いいたします。うん、そうだな、まあ、メッセージっていうか、なんかもうすでにさっきもちょっとあの話したこととかぶるんですけど、まあ与えられてるんですよすでに。で、あのそのかけ離れたところに行くんではなくて、すでにもうあるものを見ていくっていうか、すでにもうみんなに与えられてるものがあって、そこを大事にした時に気づけるギフトっていうのがやっぱりあって、うん、それはあのこういうコミュニティをするっていう大々的なことじゃなくても、本当にあの身近にあるもの、すでに今いる場所で与えられているものっていうのが必ずあるので、そこにちょっと目を向けるっていうことから始まっていくと思う。だから何か自分とかけ離れたところにはない、すごく近いところにいつもある、そこをなんか大事にしていけたらなっていうふうに思います。素晴らしい、フォークありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ありがとうございます。私も最後に今のコウ君の話聞いて、こうなんか今を否定した先に無理やり未来を作ろうとか、今がダメだからこうしなければとか、チェンジしなきゃじゃなくて、その葛藤があったり苦しかったり完璧じゃなかったとしても、その中にある自分が今まで選んできたものや今大切にしたいものとかすべきものをちゃんと見つけていって、一個ずつ一個ずつなんかゴシャッとわーってやるんじゃなくて、これはありがとうバイバイ、これは大事、これはちょっと保留とか、一個ずつ見てもあと淡々とこう磨いていくみたいな、なんかそこで磨いていけばあるものにもっと感謝できるし見えていくと思うので、その感覚をねぜひアースフィールドにみんな体験してほしいし、タワレマビレッジでも心身の健康というところから一緒に新しい生き方をできればと思います。はい、では今日のゲストは、京都でアースフィールドを開催している、吉井光君と対談させていただきました。光君ありがとう。じゃあありがとう。またあのタワレマ遊びかして、ぜひぜひ来てください。うん、私もまた行くね。うん、はい、では参加していただいた皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。また来月やりましょう。